ヘンドリクスは正しかった。テイラーは NRC と取引したんだ。あいつは今カイロのロータスタワー内に守られている。お前の話が本当ならあと何時間かで俺たちも奴みたいになっちゃう。人々は諦めていない。エジプト軍と市民軍は俺たちと共に戦っている。突然暴動を起こせば不意をつけるはずだ。 NRC の支配を弱められると奴らのラムセス攻撃と同じだ。注意をそらし目標を捉える。テイラーの剣が片付いたらこいつを頭から取り除く方法を探すとしよう。何としても。はい、どうも皆さんこんにちは、よさくです。 CODBO3 第13回目になります。コールオブデューティブラックオプス3、早速参りましょう。結構ね、最終局面じゃないでしょうか。ロータスタワー、エジプト、カイロ、現在のミッションということで、さあどうなりますか。セキュリティステーションにたどり着ける。デッドシステムを潰すんだ。はい、本当の反乱の始まりだ。お前らの反乱など知ったことか。いよいよ反乱だと。抑えろ。こんな素人どもに邪魔させない。殺さないでくれ。はい。OK。一番近いセキュリティステーションは25階だ。全然 OK じゃないけどね。はい、さあ参りましょう。はい、電脳がね、電脳が異常を起こしてきてもね、この人たちはやっぱり強いみたいですね。さあ行きましょうか。さあ、Go to 目指して。結構周りに敵なのか味方なのかよくわからないけど、人がいっぱいいますから。マーカーがやっとついたかな。カイロはハキム将軍の死を合図に襲撃を行う。ファイヤーフライしながら行こう、ね、体はそのまま放っておけ。ゴートゥー。大気さん、カラスがいっぱいいます。スズランかな。スズラン言いにくいね。スズラン。カイロ市民よ、時は満ちた。街を取り戻せ。結構暴れてますね。 NRC はすぐに体制を立て直してくる。兄弟たちよ、今こそ町を取り返すぞ。さあ少し補充して。 NRC をカイロから追い出せ。ファイヤーフライしちゃう。よし、敵がいるのかな。いるね、一応ね、いるね。怖いちゃう、結構怖いちゃう。ファイヤーフライで投げ返した。よし、盾持ちがいますね。盾持ちにもファイヤーフライめちゃめちゃ効いてますね。すげえな。おい、注意して撃て。さあ、この辺りには民間人がいる。奴の旅はここまでだ。お、飛んできちゃう、飛んできちゃう。危ない。よし、避けちゃう。 Go to Go to。 おお、なんか降ってきて、降ってきて。お前のショップを乗っ取れ。あれで25階まで行ける。了解、移動する。奴らが来たぞ、叩きのめせ。奴らが来たぞと。どこだ、どこのことだ。よし、
給して給していこう。さあ補給して、上か、よし、屋根の上にいろ、このまま乗っていける。ここにいたらいいのか。はいはい、あ、そん中入れんの。 NRC の増員が下に押し寄せてる。動くんだね、すごいね。なんかまたカラス、スズランかな。俺は人々と共に戦う。下の階のモバイルショップはとにかくテイラーを捕まえる時間が稼げるはずだ。電脳がね、狂い出してカラスが飛んでます。前方に民間人、気をつけろ。これが俺たちのやり方だ。新手の NRC が接近。奴らフロアを封鎖するようだ。他に手があるか調べてみる。はい、さあ参りましょう。とりあえずね、もう GoTo の方にね、敵を倒しながら行くだけですかね。なんか話の流れをね、深く考えると考えるほどよくわからなくなってくるような、そんな感じの話になっちゃってきてます。はい、いかんね、ダンゴムシ来た、ダンゴムシ来た、やばい、危ない。そして敵が湧いてきたね。かな、もう一人いるか、もう一人いる。よし、そしてなんか爆発した。一旦ダンゴムシ来た、ダンゴムシ来てる、危ない、ダンゴムシ来てる。やばいな。ロボット相手にはね、こっちかな。はい、切り替えて。やばいやばい、死にかけて。よし、最後補給していくか。さあ行きましょう、 GoTo。 あのエアダクトはセキュリティステーションに通じてる。はいはい、またカラスが飛んでますね。マジかと。落ち着けヘンドリックス、俺はお前じゃない。こいつはお前の頭の中にいるやつだ。うんうん、あった、あの正面の換気口だ。換気口が広いね、ダクトがね。両フロアに敵だ、散開しろ。おお。危ない危ない、投げ返したね、投げ返して。あのコンソールにアクセスして、私をシステムにつないでくれ。ハッキング。カリル、入った。システムオーバーロードまで3分。OK。カリルの気を引くのはやめにして、テイラーを探さないか。しっかりしろ、ヘンドリックス。もう先輩がね、結構ね、やられてますか。後からね、先輩のが後からね、ロボット化したのね。
やつなら簡単に抜け出せるはずだ。先輩のが進行が早いと。何か考えが。そういうもんですかね。何？やつはこっちを見えるのか。テイラーの自我は失われているかもしれない。脳は黒焦げだろうな。脳が黒焦げ、やばいっすね。さあまたいてつく森が見えてきたかな。いてつく森にカラス、そしてカラスが燃えてるね。もうねビジョンが暗すぎてね。なんかね。なんかやばいですね、話の流れが。さああと30秒こらえろと。結構湧いちゃうね。ダンゴムシ来てんじゃん。ダンゴムシはやめて。デッドネットワークは崩壊した、始めてくれ。ダンゴムシやばい。航空支援を開始する。徐々に遅くなっている。射撃に注意しろ。エジプト軍がラペリングしてくる。ここはファイヤーフライかな。やばいやばい、結構湧いてる、結構湧いてるよこれ。ゴートゥーして。上にもいる、むしろ上にいる、下にもいる。さあおいケイン、連中とのお遊びはもうたくさんだ。テイラーのところに行く最短ルートは。あら先輩どこ行った。あのショップで90階まで上がれ。官房ブロックに通じている。ヘンドリックス気をつけろ、自分を見失っている。了解。哀れな奴らだ。来た。 NRC を丸ごと相手にするつもりか。これがチャンスだと思い込んでるようだ。チャンスは常にあるな。半年もすりゃ奴らはまた抑圧されてるだろうよ。先輩大丈夫ですかね。目的地のようだが、ここはどこだ。そっちは88階の少し下だ。屋根のハッチから出られるぞ。マーカーに従えば官房ブロックに行ける。こっちが聞きたいね。わかった、移動する。よくわかんないところで戦っております。ドローン飛んでる。どこだ、どっかから撃たれてる。え、あれも敵か。死にかけてる。よし、ちょっとずつ減らしていかないとやばいね。
そうそう、こっちの方がいいよね。でもういないけどね。最後まだいた、まだいた。痛い、死んじゃいそう。救して、さあファイヤーフライダウル。あんなやつ出てきちゃダメでしょ、こんなとこに。あんなやつ出てきちゃダメじゃね。やばいやばい、あんなやつダメでしょ。あれ強すぎでしょ。どうしちゃうこれ、どうしちゃうこれ。この銃で勝てるか。ソケラン落ちてるか。さあいけんだね、いけたんだね。なるほど、補給してね、補給しないと。よし、入り口は前方の右手だ。からのゴートゥーで、ああ、さあ進んでいきましょう。やばい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 、ロボッツ。入り口は前方の右手だ。急に死んじゃう、急に来るし。さあ参りましょう。ロボットが多いかな。あれ？いるね。いるよね。いるね。はい、切り替えてね。やっぱりこっちが効くね。ロボットにはね。あれ？何？いる？テイラーはあのドアの向こうだ。行け！何何？あれか。据え置きタイプのやつか。ペイラ、あれ無視していけんのね。オッケー。お、テイラー、降伏しろ。諦めろジョン、終わりだ。どうした、俺が分かるだろう。ヘンドリックス。あ、そうだよ兄弟。分かるかじゃん、聞こえてるか。分かってないな。俺が連れて行く。聞こえてないね。俺たちは聞こえてないっす。救われる。なんだと？救われるってなんだよ。どういうことだ？ジョン、ジョン、ダメだ。いてつくもりとはなんだ？ロボットがハックされた。テイラーが操ってる。奴ら爆発すると。NRC のロボットは群れを離れている。おお。テイラーが奴らの集合意識にアクセスして制御を奪っている。どういうこと？頭の中のあれはもう焼き尽くしてる。どういうことこれ？
ばいやばい、敵だらけ。ヤツはどこへ。俺たちの行き着く先を教えてやる。からのどこに向かっている。先輩早いな、さすがに。さあ、こんなのはお前じゃない。お前なら打ち勝てる。テイラーはね、どうしちゃったんですかね。もうこの先輩と同じ症状でさらに進行ね、さらに進行しちゃってるのかな。ヘイ、奴はどこだ。ターゲット発見。スカイブリッジを渡ってタワー2に向かってる。なんかこの中もね、カラスとイテツクモリが混合してきたような感じになってきました。おい、ゲイン、いい考えはないか。あのドアから上に行ける。使えそうだな。行こうか。やるようにね。テイラーかな。嵐に直撃されるだろう。はい。おお、いきなり。いきなりのロボッツ。これは違うか。そして危ない、あー危ない危ない。次から次へと、次から次へとロボッツ。さあ、いますね。はい。そしてうん、補給して。テイラーがタワー2に入った。投げちゃう。NRC は屋上に武器庫と離着陸場を整備したようだ。オッケー。屋上に向かった。ここから脱出するつもりだ。からの外に。壁をすごいな。中央司令、こちらに増援を送ってくれ。 NRC 軍に取り囲まれてる。ハリル、応答せよ。通信が途切れた。干渉が激しすぎる。ハリル注意の作戦エリアが突破された。通信も映像も切れず NRC に捕まったよ。すごい数だ。エイジ、からのすごいことになってます。おっと、後ろから、後ろにいた。さあ参りましょう。約束する。うお、なんかもういろ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 降ってきてね、いろいろ壊れてね、いろいろやばいっすね。はい。そしてロボットは走ってくるとね。偶然のロボットのラグビーブームね、ラグビーブームも来てます。はい。何このもう、ね、崩壊しちゃってますよ。グラセフの誰かが作ったクリエイターのね、クリエイトのゲームみたいなね。すごいね。もうなんか世界がね、世界がめちゃめちゃね、世界観がめちゃめちゃ。先輩無視していっちゃうね、ロボットね。ロボット処理していってくれたね。先輩どこ行った。あそこいるね。そこ いたんだね。まずい
当になぜ。まだいるね。上にいる。降りてきた。走ってくんね。よし、一人爆破して。出ろ！もはや俺とお前だけだ。聞こえるか？お前の頭の中にあるもの、すべてそいつのせいだ。お前の DNI の中の何かがお前を操っている。最後。どうなんだジョン？最後。つもりとはなんだ？どこ行った？上か。もうね、いろいろ壊れすぎてさ、道が分かんないね。いや、もう瓦礫に絶対当たってるっしょ今のね。何かおかしい。システムがシャットダウンしてる。すごいね。道が道じゃないね。道なき道を行くね、先輩と私。さあ、うんね、こっちも壊れてきてるね。みんなで壊れてます。みんなで壊れちゃうね。みんなで壊れたら話がどうなっちゃうこれね。テイラーの心がオーバーロードしている。またすごいね。他のホストへと染み渡っていくのだろう。あれ、羽生えちゃった。屈するな。戦え。しっかりしろ。染み渡っていくと他のホストへ。ケインだけは人間なのかな。ねえ、わかんない。おい、先へ進むぞ。ヘンドリックス、本当のお前か。中にいるのか。脳がね、侵食されてカラスになっちゃうんだよな。羽生えてたし。やつはどこだ、ケイン。先へ行こう。見つけた。モバイルシャットの中。先へ行きましょう。おお、なになに、煙に紛れてね、タックルしてくるよね。どこに行けばいい、ケイン。上だ。補強して。話を聞け。お前なら止められる。止めることはできない。言うか。すでに始まったことだ。なんか同じとこね、回ってるような気もせんでもないですね。わお、わお、ロボット。危ない。危ないってもう死んじゃってる。はい。そして、これお前に会えた。世界規模の活動を台無しにしやがったんだ。お前がウィンズローアコードの危機に陥れた理由は何なんだ。知ってるのか。テイラーが変なのか。分かっているのか。ねえ。みんな変なんで。みんなね、頭がね。カラスになっちゃってるんで。DNI を頭にぶち込んだ瞬間、ね、俺たちは鍵を握る者に分かんなくなってきましたね。話の流れ。俺たちは操るとか、いろいろね、いろいろ分かんないっすわ。ね、いろいろ分かんないけど、何か変だっていう感じは分かります。どこに行けばいい？上だ。ジョン、話を聞け。とりあえずテイラーは変なんで、そしてね、結構。ロボットがタックルしてくる。さあね、タックル注意ですね、これ。結構タックルしてくるんでね、挑む隙もないっすわ。はい、慎重に。どんどん走ってくるからね、こいつは。うん、磁石みたいになってるかな。ちょっとね、何やの、どっから撃ってる。こんな遠くにいる。たまるの街だねこれね。安全に行くには。もうね、銃よりね、有効なものがね、出ちゃってるからさ、なんかね、なんか
こうなっちゃうよね。有効なものを使っちゃうよね。はいはい、どっから撃ってる？どっから撃ってんの？ドローンか。よしよし。はい、補給して。はい、参りましょう。ハッキング。一体何があった？テイラーが通信に割り込みやがった。やつは屋上に向かってる。遠隔操作でエアシップを乗っ取るつもりだ。やつをタワーから逃がすな。クソ、数が多すぎる。屋上、食い止めてくれヘンドリックス。俺はテイラーを追う。くれと無理しよう。あれは テイラーに話は通じないようですよ。ミサイル接近。うわおこれはやばいっすね。これはやばい感じです。あれを倒せと。結構無理ですね。結構無理なね、注文が多いですねこれね。わお目が覚めたか。マザーシップがミサイルを撃ってくる。隠れろ。燃えてるんだろ。お前ならこいつに撃ち勝てるんだ。どうする。まだまだ道のりは長い。なんか違う、ねえかな。マザーシップがラプスを展開。あるじゃん、これだろう。 DNI はあらゆる選択肢を示してくれる。だが何を犠牲にするか選ぶのはお前だ。悪者になる必要はないんだ。ペア当たったよ。よし、エラーが NRC のマザーシップをコントロールしている。聞いてんのか。モバイルアーマリーをそっちに送る。どこ行った。モバイルアーマリーからミニアを取れ。わお。さあロケランをまず取って、ね、お前ならこいつに打ち勝てるんだ。こっちの方がいいのか。こっちの方がいいね。まだまだ道のりは長い。ミニだ。これで1個ずつ破壊して、いけそう。そうな気もで補給できるし。 DNI はあらゆる選択肢を示してくれる。だが何を犠牲にするか選ぶのはお前だ。ダンゴムシ基地ね。ダンゴムシが危ない。ダンゴムシが危ない。お前はサラフォールが死んだ時に一緒だったな。お前が見たものは知っている。そこにいたからだ。持ち帰って、俺はフォールの死を見届けた。返しろと。彼女が何を見たか知ってる。返したか。俺が現実じゃないことも何もかも全て。死にそうだ。時間がないぞ新 ED。 やるべきことは一つだ。補給して。そこを離れろ。行けたか。行けた。よし。動けないんだ。ケイン。ヘンドリックス。ヘイだ。やばいの降ってきた。お前の中の何かが。お前を操ってる。痛い痛い。それは痛い。育てねば皆を欲している。戦えテイラー。ああ、お前なら打ち勝てる。もういらない、うん、
いいんだ、いいんだ、やったな、終わったぞ、救われたんだ。違う、まだここにお前と、なぜここでヘンドリクスが、なぜこの横で、せめてね、ちょっと手のやつ抜いてから言ってよね。お前何してる。ディアス、マレティ、ホール、今度はテイラー、みんな死んだ。状況報告を。テイラーを捕らえたのか。ヘンドリクスが殺した。っていうね、先輩マジか。ヘンドリクス、どこへ行く。思い描け、いてつく森を。お前を殺すのかと言っときながらね、自分がバンバン撃ってやっちゃうという、ね、なんというめちゃめちゃな展開ですね。なんでしょうねこれ。戦いに戻してくれ。どこ行くんでしょうね先輩。ちょっと手がね、ちょっと手が引っかかってるんですけど。本当にやり遂げる気なら一緒にはいられない。こうするしかない。あなたも変えられてしまう、気づく間もなく。仕方ないんだ。そうですね、やるしかない。でも元の生活は失われる。これが俺なんだ、レイチェル。私を忘れないで。自分を見失わないで。元の生活なんてあったのか。はい、ということで、CODBO313 回目はここまでにしましょう。ではまた。